夜行も列車に揺られながら皆様との出会いに感謝を月明かり初夜行列車に乗って誰も僕のことを知らない街に行こう旅行きは僕に希望をしてくれるのかな春たち学生ご飯もらってる、ボンボロスニーカー膨らんだポケット重たいギターケース僕は今なんかやろうとしている夜行列車に揺られない夜行列車に揺られながらちょっとだけこの街にさようなら星影の街窓に切なく映る一人で座る席はなんだかとても寂しい旅立ちは僕に勇気を教えくれるのかな野良犬駅ユーホームを覆っている、粉々なビスケットあの子の写真部締め付ける腕時計僕は今なんかしようとしている夜行列車に揺られながら自分の夢を探しに夜行列車に揺られながらには全てが大冒険なんだ見るものこととか全部が初の大発見この旅は僕に自由を教えくれるのかな赤ちゃん母親背中眠ってる昨日過ぎる列車望む切符明日へ向かう列車僕は今流しているんだ夜行列車に揺られながら自分の夢を確かめに夜行列車に揺られながらちょっとだけこの街をさようなら無が暗い道だ無が暗い道だ夜行列車に揺られながら大がどうかよろしくお願いね He, he, me, はい夜行列車に揺られながら自分の夢を叶えに夜行列車に揺られながらちょっとだけこの街をさよもなら夜行列車に揺られながら自分の夢を叶えに夜行列車に揺られながらお家に帰ろうかなだけど今は僕の待ちをありがとう無が暗い不一致さ無が暗い不一致さ暗にして15年愛
1月10日の土曜日、大阪府地元大東市、大東市はあの崎ほんわかスタジオより、新年あけましておめでとうございますの一発目の放送、第27回、第27回、野崎フォークジャボリーに、ジリ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 やってまいりました。どうもスタジオにお集まりの皆様、そして番組をご覧になった皆様、お元気でしょうか。新年でも明けましておめでとうございます。ありがとうありがとうありがとうございます。この番組はここ野崎本若スタジオで出会い集い、懐かしの思い出のレジェンドソングのババッ曲から、魂の叫び作品作業オリジナル曲までを熱い思いでギター弾き語る公開ライブ生放送でございます。今年も2014無事に届きホームタウンで始まりまして、まあ、たくさんのお客さん、そして皆さんよろしくお願いいたします。もちろん1曲目、我々一発目は、僕が16歳で作っとったオリジナル曲が、この作品が今年一発目歌えたいと思います。よろしくお願いしますね。夜行列車に揺られながら、新年一発目の第27回野崎フォークジャンボリーの出会いに感謝を込めて、無学ライスター夜行列車ひくみよっしゃ、知らない街に行こう、旅人は僕に希望してくれるのかな、あなたちがしてご飯もらってる、お心はすぎた席はなんだかとても寂しい、旅立ちは僕に勇気をしてくれるのかな、あのライヌ駅ホームを通っている、ほらごら見つけたあの子の写真、締め付けた腕時計、僕は今私は心から歌を送ります。まあ、このライブは僕に信用してくれるのかな、本日は新年早々罠を残したで誠にありがとう。不器用すぎる姉ちゃん、今日
ようにとどめきび明日へ向かう列車僕は今なんかやろうとしている夜行列車に揺られながら自分の夢を確かめに夜行列車に揺られながらちょっとだけこの街をさようなら山岳列車山岳列車夜行列車いたねが大胆そうどうかしね一発ねよろしくねいやこれさえないでございますよ南南様行ってもよろしいでしょうか、行ってもよろしいでしょうか、合唱誠にあります。ここで改めましてですね、この番組の進行役 MC 自己紹介をしたいと思います、私たちがですね、ここ地元大東市を拠点に、大阪府は大東市ところなんですね、もう横が奈良県になっちゃうんですけどね、大東市を拠点に2002年の7月よりギター弾き語りショーという形でですね、結成活動をスタートしました、今の現在はですね、この毎週土曜日の野崎フォークジャンブルをね、今熱い思いで毎週野崎参道所で通いながらね、今年も無事にまたスタートしましたけどね、毎週多分通っていろんな方と歌ったり切磋琢磨して野崎を盛り上げていくという感じで今歌っております。そしてもう一つはですね、もともとこの野崎フォークジャンボリーをその前から我々は出張で参る、主に夢はボランティアショーから紅白歌合戦出場としましてですね、大東市はもちろん大阪市24区堺市なく大阪府全43町村、そして近頃は近畿2府4県あります福祉関係施設さんですね、老人ホームさんに福祉作業所、病院や学校、はたまた公民館集会所、あらゆる場所で夢を追いかける。実は今日今ね、上村君とか星田君、今日昼間ボタン聞いたんですね実は寝屋川で、ほんでこの放送が あるから、ほんま土曜日僕らボランティアショーをね、お休みっていうか昼間歌いに行けこのスタジオリハーサルとかあるからもう行かれへんっていうところで、実はその今日の施設の職員さんお兄さんが野崎フォークジャンボリー見てますねってかかってきて、断れるわけないな、そんなもん土曜日放送でも。で行ってこよう思ったら、昨日あの上村君があの昼間僕が歌って帰ってる時、夕方上村君、ごめんなさい明日僕野崎フォークここでね、野崎フォークギター教室あるんですって、言うてメンバー足りへんやん言うて、でうちらも実はもう休むって前からなんか言ってはったから、前からなんか知らんけど言ってはったから、この僕一人行かなかった、うちの黄色のハミーでスタッフ2人で行かなかんないで、よし2人で行こうと、これもうもはやもう無学レベルでちゃうからね、これもう僕一人やからね、これ本当はっきり言って、この横行きの発表がうろちょろするってどうなんねんから思ったら、牛田君がもう行きましょうかって来てくれて、なんとか上の子我々行ってきましたんで、で上の子今日はここでギター教室だという別れて無学レベルだ、今日頑張ってきましたね、無事に帰ってまいりました。そんな感じであちこちでまた歌っております。私はこの地元大東市生まれ大東市育ち、歌唱もしております、歌とギター山野智之と、コーラスギター上村良介と、次は引きの内田三つる、夢を楽しむと漢字で書きまして、それが僕たち音楽ライブ一座でございます。ついに新年も始まり、また、たくさんの皆さんがね、野崎参道商店街にこういうの駆けつけてくれて、我々の番組もこうやって顔を出してくれて嬉しいございます。というわけで今日もね、あちこち行ってきました。おこちらまた今年の初めの1月のねレコードまた飾っておりましてね、これまた今日も今回すごいすごい氷の世界、これ井上陽水様でございます。僕もこのアルバムどんだけ聴いたかと思うと、これね、いつ発売やったかな、1973年12月1日発売と、僕生まれた年なんですよこれ。すごいよね、生まれた年これ出てて、僕散々聴いててね、えらいお前だ、うちだも全然生まれてませんよ、この世に存在しておりません。でさ、レポートも後ろにこう、ちょっとこれ可動位って書いてるこれトパーズの門井さんの提供、いや出すな言ってたから、今日門井さん見に来てるね、ちゃんと偉いもんでありがとう
これ何かな、カドイっていうレコード会社から思ってたら、カドイさん前だから皆さんありがとうね、今回も使わせてもらってます、ありがとうございます。ということで、アクトス応援ファックス新年早々くれてますよ。高杉市の平井さんからくれてます。羊の、ちゃんと羊だけ羊よね、羊がちゃんとギターをこうやって持ってくれてるんだね、開けましておめでとう、嬉しいね。これ結構こうギター持ってる最近送ってくれて、僕結構好きなんですよ、ありがとう。羊がギター弾いてます、ありがとうございます。そしてこちらは、平野子がデイホームラン新車スタッフ一郎さんが、いいですねこれ、初日の使うしやくん、そうです、うーん出てますねこれ、いいですね、フォークジャンボリーって今年も頑張れみたいなこと書いてくれてますよ、ありがとうございます。そして、マルナさんですね、堺市のマルナさんですね、村田彩さん27回放送おめでとうございます。あれ今日は今年一発目は堺ボランティア会のボス登場って書いてくれてますね、楽しみにしてください、ボス来てるんですよ今日もうリハーサルからいましたちゃんとボス来てくれて楽しみに。そしておっと、なんとこれ野瀬町ですよ、大阪府の野瀬町から新年のファックスくれてですね、第二三系の4社の職員さん一同からこうやって羊の絵描いてくれてます、ありがとうございます。でこれ今日今まさに行ってきたから、行ってきただけに本日は新年が来てくれてありがとうって、ほんま今日行ってきたからね、ここ行ってきたからそれ送ってくるから、ありがとうありがとう、よう送ってきたねこれ、ありがとうね。大阪府寝屋川市は市名の安田井里、大都庁隣の町が寝屋川市になるんですね、みんな送ってくれて、さっき終わったばかりで送ってくれてありがとうね。ほんでこれが、これ芦屋市の陽子園、兵庫県です、兵庫県の芦屋ですね、芦屋市の陽子園の皆さんが今週僕ら歌えた時にこれ番組で使ってください言うて、ものすごく大きいやつを我々これ担いで持って帰りましょうこれで、ちゃんとこれバッグこれ黄色ちゃんと見てね、番組ねこれ黄色してくれてるね、もうありがたい。27回開けまして旬の農作業を行うプレッシャーす、陽子園の皆様ありがとう、家族のファックス、そして何より飾りも、皆さん本当に今年もありがとうございます、送っていただきありがとうございました。ございまして、この番組は野崎ほんわかスタジオは今日もこれ生放送で僕らもちろん野崎さんの紹介を通ってやってきてるんですね、詳しいことをちょっと上村君と千秋君新年一発目ご説明よろしくお願いします。そうですね、皆さん新年明けましておめでとうございます今日はね、このスタジオすごいね、友情の集まりといいますかね、すごい感じになっておりますけど、そのスタジオどこにありますかと申し上げますと、 JR 学研都線、この僕たち地元大東市のね、野崎駅山上にね、つながる参道商店街、野崎参道商店街のちょうど半ばに野崎本和歌スタジオというところがね存在しております。ぜひね、また商店街などもね、またにぎわいをこうやってねもたらして、この新年始まっておりますので、プラプラと遊びながらでもね、こうやってね生放送の合間に、こうやってね立ち寄っていただければありがたいでございます。そしてどんな感じでやっておるかと言いますと、はい、こんな感じでやっております。はい、楽しい番組を一緒に作りましょう、出演者も募集しております。フォーク大好きな方、若い頃歌っていた方、久々に一緒に歌いませんかということでですね、野崎フォークジャンボリー検索してみてもらったりとかですね、またここ遊びに来てくれてもいいですし、はい以上ですね、6時からね1時間ずっと放送してますので、ぜひその間に来ていただければね、はいという感じで、はい、皆様のお越しお待ちしております。さあ野崎フォークジャンボリー新年一発目の番組が今から始まるとございましてね、皆さん楽しみですよ。今日もゲスト陣も来てるし、レギュラー陣も今日もフルメンバー揃っとるかもしれませんね、これ嬉しいございます。加藤さんもいるけどね、トパースのみんな揃ってくれてありがとうございます。ということで、トップバッターはっていうか、僕らトップバッターやけど、いつも彼がトップバッターって自分のこと言いますんで、僕らはこれトップバッターでございます2組のアーティスト今日も来てくれてますよ。流れ流れて野崎参道商店街、さっきからうちのあの上村君と内田君がこの場を説明しといたらずっとギターの練習、音で音聞こえてるでしょ皆さんずっとカメラ入ってたでしょ、とものすごい練習してますよ。この方駆けつけの山口県下関出身、流れ流れて野崎参道商店街、今日も人生を弾き語る、正月の年越せるかなって、無事に月夜会とカップ酒一つで年を越せたみたいでございます馬券を畳に叩きつけて今年も楽しみですね。この方駆けつけてます、この方からです、どうぞよろしく、どうぞ。この方の登場だということでまだ全然準備できない、もう一回いきましょうか、どうぞ。新年です。あ、皆様、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。去年はいろいろありましたけど、また今年も、続きに、
終わろうと思っております。あまあ、最初っていうことで、ね、まあ、今日はちょっと旅の宿をちょっと歌ってみようと思います。浴衣の君はすすきのかんざし、あずかんとくりの首つまんで、もう一杯いかがなんて妙に色っぽいね。僕は僕で油をかいて、君の頬と耳はまたかアーブリューだなんて一つ俳句でもひねって部屋の明かりをすっかり消して、風呂上がりの髪相香り、上弦の月だったっけ久しぶりだね月見るなんて。酔っちまって君の膝枕にあうっとり、もう飲みすぎちまって君を抱く君もなれないみたい。まあ僕もめでとうと不可解なことだけも言われてできましたね。え、このサープかっこよかったですね。いやもう何十年ぶりかね。で番組でハープ入ったんは吹いたんは初めてじゃん。いや初めてよね。でそうやね、いつもほんま吹けねえの見せてよかったよね。ホラばっか吹いてると思われてもね。だからなかなかないわけそこでくださいね。では塩坂さん、また今年もこの大行ジャンブルが無事に始まりましたね。あ、3日がこの商店街的にもあの休みで、放送休みだったけど、はい、遅れてこの1週間後に僕ら塩崎さん来るかなってドキドキしましたよ。もう1回休んだでしょこの間3日が。あの、ね、もうまたふてもう家でまたこもってもって先までカップ酒1個と月明かりだけ照らされてね。でボロボロの毛布して車に乗って暖房器具あれへんから家にね。寒い寒い言うて、無事にしようかって。また今年から悲惨なことを言うてるけどな。悲惨なこと好きやんかもね。あ、けど僕言うてたこと、ほぼ当たっ、ちょっと当たってるでしょ。だいたい当たってる。大丈夫かよ。人生がフォークやから、まあ、すごいよね。今日、塩崎女子も今年もこうやって来てくれてね。またこうやって僕も喋って、一緒に番組できて嬉しいございますし。今日はあの、一曲で済むわ言うて、喜んでたけど、今日はいつもの相棒って言うて、いつも来てくださってるみたいなんでね。だから始まる前にあのみんなでかぐや姫してたら面白かったですからね。本話しないですよみんなで。今日は最後ブルースタップもかっこよかったね。新年早々ありがとう。塩崎浄でした。ありがとうございます。今日はすごく早い時間にね、塩崎さんも早入りしてはってね、いつもあの片谷兄が電話かけてねそろそろ起きてくださいって電話してたけどね、さすが今年は違うねやっぱりね。うん、楽しみ。でもまたまた今回もね、うちのレギュラー陣友情出演、レギュラー陣揃い組ですよ、駆けつけてくれましたよ。この方はですね、まあいつも番組で言うと大東市のストリートミュージシャン界のドンみたいなもんですよ。でうちの番組で言うとね、もう
ご意見番みたいな感じで僕がフォークソングの分からんことだったらすぐ何でも教えてくれるね。今日も始まる前どんだけここに歌ってあったかもう1時間もリサイタルしてありましたからでそのリサイタルしたその曲歌うの全然歌えんからね僕も本番なんて歌うかもしれないんでいつも楽しみなんですね。今日も駆けつけてくれてます。もちろん地元大都市在住のミュージシャンフォークシンガーでございます。楽しみでございます。この方新年登場どうぞ。はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。まあ、今年初めはなんとか今日はなんとか間に合ってこれたんですけどまたどうなるか分かりませんから、まあ、今日はちょっと2曲やらせてもらえるそうだから、まあ、一応まあみんなのおなじみのやつは今日は2曲やらせてもらえ、やらさせてもらいます。いいんですけどマイク1本しかないからギターも入らんから真ん中に置いときます本間の定番ですけど私には鏡に映ったあなたの姿を見つけられずに私の目の前にあった幸せにすがりついてしまった私の誕生日に24のろうそくを立て一つ一つがみんな君の人生が出ていて言うなら本音からは一緒に気をつけたのが君のことのように「だけです」「あなたの知らないところへ嫁いでゆく私にとって」3ヶ月は時期早いんですけど先にやらせてもらいます、ね、僕の
は部屋を追い出した。真冬の空の下に浴びかけていた天気の子、払いかけの洗濯物、放送来てくださってありがとう。山田さんがいつも来るころドキ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 で一番潮崎ジョージがしておりますんで、ね、であここから顔が山田さん見えたらうわ来た言っていつも言うからね、うん、来てくれてありがとう。この22歳別れてん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 渋かったっすな。あれあれ聞くだけで感動するよ。これ鳥肌立っちゃうんで僕も大好きな歌でしたけど、今日珍しかった山田さんはみんなの知ってる曲を弾いてくれるのは。そうですねでもたまにやっとかんと山田さんアルバムの何曲目の総曲をやるからね、やってくれてありがとう。今新年ね一発目にこうやってレギュラー陣がみんなかけてくれて、本当に去年の7月が始まって山田さんと先ほど出てくれた塩崎さんには声をかけてね、2人心よく番組を盛り上げるのを手伝ってくれてね、もう我々右大臣左大臣と風神大臣と呼んでますけどねうちの守り神としてね2人頑張ってくれて、今年もよろしくお願いしますね。今年はですね、今日は野崎さんの商店街のもちろんうちのマネージャー吉村さんも来てもらいますけど、吉村さん今年はなんかイベントもねやっていこうじゃないかというの、吉村さんの案をいろいろ考えてくださってますね。はい声が入ってますんで、その時も
まだみんなに夢の共演したときは、先ほどあの漫画始まりしてたあのかぐや姫、ね、ぜひとも夢の3人の共演してましたんで楽しみにしておりますんで、今日の新年も今年もよろしくお願いします。山根正彦さんでした。ということでございましてですね、今日で第27回の放送で新年一発目の放送となるんですね。で、僕はこの番組を7月に去年こう始めた時から、実は来年の新年一発目はこの方にゲストを友情出演してもらえたら、もう実はもう考えてたんですね。もう始まった時から実は考えてたね、この方に。けど実はね、この今ここ大東市場所なんですね。その方今堺市から来てるんだけど、遠いの。これ大阪知ってる人しからしたら分かるかもしれない、遠いんです、はっきり言って。で、この距離を僕読んで、野崎三道頂点が優秀不正で来てくれよってどう言おうかなと思ってんけど、パッて一言言うたら、いいよってすぐ言ってくれた。もう感動しましたね。たった一言いいよってそんなに言ってくれろ。そうやったよ。そうやったかな。いや、そうやった、そうやった、ほんまにそうやったよ。まだなんも野崎ホークちゃんも説明せずに来てくれって言ったら、いいよって言ってくれてね、もう嬉しかったよね。実はこの方は僕たちがボランティア賞を地元大東市、まず1年半ぐらいずっと始めた頃だときに、大阪市と堺市ってやっぱ大阪の中で言うとやっぱ都市になるんですね。大阪市、堺市、大きい町なんです。で、やっぱ大阪市に歌いに行くのと堺市ボランティア歌いに行くときに、僕らはやっぱ大東市でちょっと田舎の方でございますんで、やっぱそっち行くとちょっとドキドキしたんですね。その時堺市で歌いに行くときに真っ先に実は呼んでくださって、あの出会えたことが僕たちと堺市で本当にボランティアしようっていう熱い思いをね、あの僕たちにこう植え付けてくれて、おかしいよね、こう言ってくれたって感じでね、出会ったことほんまに大きかったね。だから僕らの堺市の、まあ、兄貴分みたいなもんなんですけどね、まあ、堺市のボランティアは師匠と呼んでもいいかもしれませんけどね、もう彼ともうボスと出会ったからこそ我々はこのようなね、堺市で今ボランティア師できてるのかなっていうぐらい嬉しかった、ね。その施設名は今ユーミンっていう施設なんですけどね、昔僕がいた時はわららか草部でしたっけね、その時今日もここから応援で堺から見に来てくれてるんですけどね、そうやって皆さんと、お会いできたことによって、僕たちがほんでいつも楽屋でね、ボランティア終わった後とこ始まる前、こないだこんなことあったんです、辛いことこんなことあったんですって僕ら喋ったら、そうや、俺もそんなことあって言うて、で2人でいつもね、いろんな施設の愚痴を言い合うってほんでいつも傷を舐め合うって、これがね僕らもね、これが嬉しかったよね。そういう話できる人が堺市にいてくれたってことが嬉しくて、ほんで夢のおもちゃ箱で、僕らも無学ライブで夢つくんだけど、夢のおもちゃ箱っていう、団体グループ、ボランティアグループみたいなとこもグループがありまして、そこもあの腹話術と音楽のライブをこうやっていろんな施設さんとか行ったり、いろんなお祭りも多分行ったりしてあると思う。そういう発信もしてる代表の方でもあるんですね。もう新年一発目の方、この方来てると思ったら快くいいよってすぐ言ってくれたんですね。登場します、この方です、どうぞ。はい、皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。まあ、堺ではね、スーちゃんで通ってるんでね、スーちゃんで行きたいと思うんですけども、ちょっとさっき塩崎さんが下関、はい、私は本籍三陽町なんです。あのローカルの話で三陽町で分かるんですね。はい、ちょっと懐かしいなと思って。で、あの野崎フォークジャンブリー、フォークソングをやらなあかんので、フォークソングって何があるかなって、めちゃめちゃローカルなんで、先ほどあの歌われた方も何か何かの何番目とか言っても、ね、分からへんしね。で、これフォークソングと言えるかどうかちょっと分からへんけど、とりあえずまあ、フォークソングらしいやつをちょっと一曲、やらせていただきたいと思います。遠くで汽笛を聞きながら、やり続けた嘘のように忘れられる時が来るまで心閉じたまま変わった
して自分のことはに嘘はつくまい世代の、もともと関西のね、岡林さんとかね、あの年代なんで、バリバリなんですけども、なんかもうそれ歌えって言われてなかなかちょっともう歌われへんような感じだったんで、ちょっとずれて、歌ってみました。あともう一曲言うことなんで、年代的にはもうちょっと古いかなという感じなんですけど、フォークソングとは言われへんだけど、まあその時代に、よく歌われてた曲なんで、これでもいいかなと思って、いろんな方が今カバーされて、木村さんとかね、いろいろ歌われてるんですけど、今朝が行ってみたいと思います。平和で豊かな国、信じ合える人ばかり、だけど明日はどうなることやら誰も分かりはしないさ。けさらけさらけさら、隠してた本当の夢は階段を手探りで歩くことさ。けさらさらけけさら、固く心を結ばれて誓い交わした友達、だけど同じに会う時が来るかも誰も分かりはしないさ。けさらけさらけさら、隠してた本当の夢は涙と歌道連れにして、レールを外れることさ。アモーレによく地図けして朝まで激しく燃えた、だけどいつかは冷める時が来るかも、でも今日は天まで行く。けさらけさらけさら、隠してた本当の夢は階段を手探りで歩くことさ。けさらけさらけさら、
今番組を今商店街でやってんのよ。来てくれる？いいよってことですぐ。0.5 秒めっちゃ良かったよ。もう感動して。まだ説明しないでと思ったけど。てめえってね、大丈夫、いろいろ説明しなあかんねん、ほんともっとね、酒井いっぱいお世話になってるからね、まあ、私とこだけじゃなくて、酒井言ってますわ、こっちが世話なんで、いつも美味しいカレー粉はしてもらって。どこでも、まあ、来てもらってたら、来てもらったらいい話をいっぱい聞くんでね。いやいやいや、言われたから、それはいかなかい。いや、もうお互い褒め合いましょうか、だから。まだ末永さんの、お弟子さんいう職員さんの電話がありましたからね。もう末永先生にお世話になって、末永先生って言われたらもう行くしかないから、僕、すぐ断ってきましたから、僕もね、歌いに。いやそんな感じで、実は僕らほんまに先ほど言いましたけど、僕らが堺で歌い始めた頃もなんか僕ら10人ねボランティア活動してんだけど、ほんと9年前ぐらいですから、もうそうですね、もうほんまに堺で歌い始めた頃にお会いして、うん、で終わった時にちょっとお茶でも一緒に飲みましょうって説聴室にあれ呼んでくださって、そこでじっくり喋ってあれ初めてですもんね、うん、歌う前はそんな喋ってなかったんですよ。で後ろでこうやって見てるんですよ。俺置いてやつや、もうやっぱサッカーのボスはちゃうなって、こうやって見られてるよって、よかったら置いてって言ってくれて、でものすごい喋ってくださって、あれ嬉しかったね。本当のね、帰りも手振ってくれてありがとうって言ってくれてね、そこからこんな繋がりができて、まさか僕らの方に逆にいつもこの末永さんのサッカーに行ってんだけど、末永さんが僕らの大投手来てくれて、これも嬉しかったよね。この距離お互いが来て、まさか野崎さん同士の末永さんおること僕らも嬉しいですよ、本当に。まさかですよ、これは。けど本当に、けどフォークソングでしたよ、2曲とも。熱い思い伝わりましたよ。遠くで汽笛も、なんか本当感動しましたね。まだ誰も撮ってなかったですよ、そういった。あ、そうですか。もう何回もしてるけど、27回しか誰も撮ってなかったですね。本当に感動、ね、翔崎さん感動しましたね。翔崎一人が、よい言ってましたもんね、よい言ってましたよ。もう末永さん来るで言ったら喜んでて、いやもう山口は分かんないねえ、すごいね、そうやってんね。僕堺市生まれ育ちは思ってました。生まれ育ちやねんけど本籍は、わあ向こうなんだ。えらい子やね。おここでお茶しぶりついてお互い出会ってびっくりしましたけど、さっきね。おけど来てくれてね、本当に嬉しかったしね、本当にこの思いとかね、本当に伝わりましたんで、本当に来てくれて、はい、ほんまにありがとう。新年の一発目の最高の友情ゲストでしたね、末永さん、さんでした。どうもありがとう。ということでございましてですね、我々再び登場したいと思いますけどね、本当今日はね、本当皆さんのフォーク魂のが聞けてね、本当嬉しいございますね、内田君。ほんまですね。内田君緊張してんの、なんか。ん？なんか今日緊張してんの。そうですね、ちょっとお客さんの席にね、あ、内田君に、なんか似てるお母さん座ってる。前の内田君のお父さんいう人も僕見かけたら、お兄さんそっくりでした。あ、渡るって声かけようと思ったお父さんと思って、おっちゃこう思って、えらい前ね、あ、渡ったスタンプズのね、いつもキルハピ着てる人ですよ。ただまあ本当にね、上山僕らはね、この新年一発の放送やけど、先週の、去年終わった放送がもちろんこの土曜日のね、野崎フォークジャム離れ、あちこち歌いてきたんですよ。上山君よろしくお願いします。はい、こちらは12月の28日の、うん、日曜日、日曜日、平方市、終わったんだよね。そうですね、はい、
枚方市はクスノキ、福祉グループホームで、ね、クリスマス会の年忘れコンサートあそうや、まだクリスマス年忘れてるね、はい、もう1年ぶりで、もちろん毎年ジュニアスを恒例でスケジュールを、6月ぐらいの予約にも入りはって必ず取るってことで、結構今回危なかったら取れなくてギリギリ取ってくれなさってね、また会えて嬉しかったよね。もうみんな台車運んでくれたりね、もうありがとう、クソキさん最高です、ありがとうございます。そして12月の29日の、うん、月曜日、うん、大阪府寝屋川市寝屋川へ特別養護老人ホーム行ってきました、ね、こちらの年忘れコンサートですね、行ってきました、まあ、続いてるね、はい、寝屋川さんの常連組はね、行ってきました。あ、楽屋にな、あのまさか知り合いがな訪ねてきて、もうびっくりしたね覚えてるって来たか一瞬覚えてんかったけどこれ話聞いたら絶対覚えてて、まさかこの子は片野でね、よう思ってた子で、もうあれとのもの見てるかなぁ平方です、ね、平方か、特風で、はい、もう見てくれてるかな、ありがとう。この楽屋でめっちゃ喋ってるな、もうライブ終わった後、同じぐらいのテンションで楽屋で盛り上がってたでもライブありがとう、ありがとうございました、ね、寝屋川です。そして、うん、そして12月の30日、30日撮ってるんだ、大阪府堺市東区ソルベゾ、うん、介護老人福祉施設さんで、うん、こちらも年忘れコンサート、うんいつもファックス、応援ファックスでこちらの方とかですねが、去年の締めやったよね、うん、行ってきます、30万円だよ、31はさすがに予約なかったからね言われて行ってるとこやったからね言われへんだけのことやから、これ毎年恒例やけど、ほぼ12月31日休みないけど、だから楽しかったよね、去年もね、がっつりとってきます。そして、今年か、上村くん、はい、今年1月の5日、うん、月曜日、ね、うん、スタートしたね、はい、大阪府片野市、うん、こちらは片野デイサービスセンターのこの明星、うん、福祉通所介護施設、うんうん、行ってきましたね、はい、新年会がスタートですよ、でもあの紅白のね、うん、幕の前とかで歌ったりね、うん、できるから、もういいよね、新年来ましたよ感じやね、あれみんな正月の飾りとかしてくれてね、ここも常連組やねんけど全然取られたってスケジュール我々の抑えるの、でも久々もう1年ぶりぐらい行ったぐらいやったよね、本当に楽しかったですね、ありがとうございます。そして、はい、そして、1月の6日火曜日、火曜、こちらが大阪府片野市、また片野、うん、未来、未来福祉小規模滝の本、うん、行ってね、こちらの新年コンサート行ってきましたね、だから片野片野で続いたよ、はい、全然大統しちゃうんでね離れて片野片野、これから予約って僕が選んでるわけちゃうから、うん、向こうから言ってくださるから、たまたま片野が揃うっていう、ね、もう不思議な今年の始まりが、やっぱり面白かったね、片野片野続けてね、で明日片野行くんですって、片野の1個目の施設とか、言ってたもんな片野続くんや思って死ねんから楽しかったです、未来の皆さんありがとう、未来もほんま懐かしくねかけてくれてありがとう。そして1月の8日、うん、兵庫県芦屋市、飛ぶね富士フルメイクルね、はい、こちら木曜日ですね、はい、うん、陽光園福祉複合介護施設1階のデイルーム会場に行ってきました、新年コンサート、新年コンサート行ってきました、こちらもこのね職員さんね見て絶対見てると思うね、これ飾ってるとこ見てはるから絶対もうヤーさんがね、もともと大阪ね施設の職員さんしてやった時に大阪の施設行ってて、今あの芦屋におんねんで電話かかって、女追いかけていくわ言うて追いかけていってんね、うん、偉いもんやな、大阪も離れて行ってきて、おーまあ盛り上げてくれてね、もう嬉しかったよね、いつもね、ありがとうございます、ちゃんと飾ってますんでありがとう、よっこい皆さん。そして、うん、で1月の9日金曜日、金曜日ね、大阪市平野区オアシス介護老人保健施設、こちらも新年会の2階のデイ会場行ってきました、オアシスの常連組ですと行ってきました、あちこちのポスターに無学ライビスラっていう名前も載せてくれたりね、もう楽しかったですね、ありがとうございます、オアシスの皆さん。そして1月の10日、土曜日、本日、今日大阪府寝屋川市、うん、市民の安らぎの里介護老人保健施設、こちらも新年会にて行ってきましたよ、ほんで今日先も言いましたこの番組のね、もう見てるから言うて、ほんま土曜日ボランティア休みやけど、見てる言われたら行くやな言うて、もう先ほど末永さん見たらもうすぐ行くわ言うたらやけて、で向こうもやった言うて、お兄ちゃんもう見てるから言うて行った、お兄ちゃん今日休みやったんですよおーいおーい、あ風邪ひいたらしくて多分寝込んで見てるかもしれないまだ直したらね、あのまた会えると思いますんで、おーい見てると思うわちゃんと代わりにパック作れてみたから、ね、嬉しかったね、うん、あ職員さん、他の職員さんも今日生で見ときますからねって番組間に合いましたんで、無事に帰ってきましたんで楽しかったです。以上でございますね、はい、ガッツリ行ってきましたよ本当に、今日はね最初の放送です、今年最初の放送、僕がギター持ち始めた時は16歳の時だったんですけど、16歳の時にアコースギターを手に持ちまして、一番最初に作った歌、年始め一発目の放送なんで、僕が初めて作った歌、ジュレで作った歌を、歌ってみたいと思います。いつからだろう、いつからだろう、自分が嫌になり
何にもすることなく座っている。部屋の隅に隠れれば幼い思い出ばかり探してる。いつからだろう、空想ばかりを描き、本当を見失う毎日。胸の鼓動に両手で呼べば、命の歌声が聞こえてきます。何かをしなければいけないことは分かっている。このままでは辛くなることも分かっている。追い込めて追い詰めて、心が痛み僕も いつからだろう。1月の11日日曜日、日は明日です。大阪市大正区楽しい家大正福祉グループホーム見ています。初めて行くところですね。楽しみですね。そして1月の12日、大阪府茨城市
コムシェ茨城福祉デイサービスセンター行ってみますよ。初めましてですね、楽しみですね。そして、13日奈良、王子町銀の巣福祉デイサービスセンター飛びますね、はい、飛びますね。奈良の王子町行ってきます。そしてで1月15日木曜日大阪府豊中市ゆとりの福祉デイサービスセンター、おゆとりさん、ね、はい、行ってきます。そして1月の16日金曜日、うん、大東市、リンク大東、大都市来ましたねここに来てきました、新年大都市一発目リンク結構そこやで、もうすぐ近いそこ行ってきますよ。以上でございます、上山君。以上です、ね、はい、以上あちこち歌いていきたいと思います。ということでね、今日はね最後ね新年ライブみんなめっちゃ来てくれてほんまありがとうございます。楽しかったですね。もう一回ね今日のフルメンバーここ立てるかな、いけるかな、呼んでようかね。まずはスペシャル特別ゲスト友情来てくれた末永さん、そしてレギュラー陣山根さん、定石ジョージよろしく。来てくれております、ありがとうございます。ということでございまして、今日でね第27回のですね、野崎フォークジャンボリーでございましたけどね、今日は本当にね先ほど言いましたがね、そらさん来てくれてありがとうね。堺からわざわざ大都市やね、大都市来たことある？あるよ、あるよ、あるよ、知ってるよね。結構言う堺の人ね、みんな東大阪人間違えんね、市場なんて間違えたと思うからね来てくれてありがとうね、本当にね。来週はね、また、地元の大東市のギター、同好会やったかな、大東ギター同好会いう人らがね、かけてくれますんでね、来週も皆さん楽しみてくださいよ。ということで、最後はね、ちょっと盛り上がってね、みんなで終わりたいと思いますね。あれ、山根さんギター行ってる？行ってんね。ということで、最後はね、こんな感じで盛り上がってもらいたい。今から石田一とお手本見せます。こんな感じ、せーの。を越えてどこまでも行こう、そう、脳を越えてどこまで行こうと皆さん歌っていただきたいですね。今年が始まってね、我々野崎フォークジャム脳を越え山を越えいろんなことになっていくと思いますのでね、皆さん全員ともね最後盛り上がってください。では皆さん最後盛り上がってキレますか、では皆さんよろしく、脳を越えて聞くみよう、よろしく。Go!
第27回野崎トークジャンボリーでございました。ありがとう皆様、ありがとう、ありがとう。では散髪に行きます。ヘイ、ありがとうございました。第27回新年放送ありがとうございました。押している